心、立てるか？その、足を蹴られて。そうか、ちょっと待ってろ。自分の浴衣の袖の一部を破く。これで立てるか？うん。ありがとう。二人の間に沈黙が訪れる。すると、夜空に花火が打ち上げられた。様々な色が夜空を輝かせた。綺麗だな。うん。そしてまた、沈黙が訪れる。そして私は、彼に恋をした。新学期。夏休みは夏祭り以外、それといった出来事もなく、終わった。そして最近、変わったことがある。心がなぜか話しかけてこなくなった。本に集中できることはありがたいが、何か物足りない気分だ。なので、今日は自分から話しかけようと思う。なあ、心？ひえ。な、なに？なんでそんなビビるんだよ。ビビってなんか。まあ、それは置いといて、ご飯後で食べないか。ごめん、用事があるから無理。そうか。こうやって、いつも断られる。僕、なんか悪いことしたかな。そして、私は後悔する。彼の顔が直視できない。本当は、彼とご飯を一緒に食べたいし、話もしたい。でも、その一歩が踏み出せない。なぜ？怖いから？わからない。どうすればいいんだろう。すると、その悩み、私が解決してあげようか？そう言ってきたのは、コメイジ小石だった。私の唯一の幼馴染だ。お願いできる？二人をくっつけるために、頑張ってみるよ。頼もしい助っ人だ。そして、私と小石の二人で計画を立てることにした。